そんな苦難を乗り越えた奴が出した命がけのギャグ。もう、おりがわだ。僕はこれを面白いと思って見ることできないですよ。これを作る人たちは痛みとかそういうものについてね、何も考えないでやってるでしょ。極めて不愉快ですよね。そんなに気持ち悪いものをやりたいなら勝手にやってればいいだけで、僕はこれを自分たちの仕事をつなげたいとは全然思いません。極めて何か生命に対する侮辱を感じます。